いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。先日私のもとにこのようなメールが届きました。 YouTube ハンドルを希望の言語に変更しようというタイトルです。皆様の中にも受信された方いらっしゃるかと思います。いつものことながら英語をただカタカナにしただけの言葉が多く、日本人にとっては理解に苦労する内容です。今回はこのメールを解読して対応方法を見ておきましょう。設定時に一部バグもありましたので、そちらの対処方法も共有させていただきます。スマホのコンシェルジュでは豊富な指導実績をもとに、スマートフォンの使い方に関する動画を制作・配信しております。300本以上の動画教材を無料開放しておりますので、ぜひお役立てください。それでは今回もよろしくお願いします。このメール、概要としては YouTube のハンドルというものが英語以外にも対応したこと、これに伴い間もなくそのハンドルがチャンネル名と同じものに変更されるということ、そしてそれが嫌であれば自分で変更してくださいといったことが書かれています。そもそもこの YouTube のハンドルというのはこれのことを言っています。ここは YouTube アプリの右下にあるアイコンから遷移できるマイページの画面です。ハンドルは現時点で初期設定のメールアドレスのようなアルファベットの羅列になっている方も多いかと思います。現状ではハンドルが YouTube における ID や名札のような役割になっています。日本でもよくインターネットで名乗るニックネームをハンドルネームと言ったりしますが、そのハンドルかと思われます。もともとアマチュア無線などでも使われていた言葉のようです。動画にコメントを入れた時もこれが使用されていますので、一応公に大きく露出する可能性があります。このハンドルが導入されたのは2022年の11月で、コメント欄の名前が急に英語だらけになって戸惑ったのを覚えています。そして今回このハンドルに仕様変更があり、アルファベットだけでなく他の言語にも対応、日本語も表示できるようになったようで、ある程度好きなものに変えられるようになった模様です。ただしこのメールによると、30日以内に何もしなかった場合、自動的に現在のチャンネル名を反映したものに変えますとのことです。メールの受信日などにより期限が異なる方もいらっしゃるかもしれませんが、おおむね8月頭にはハンドルが自動的にチャンネル名と同じものに切り替わってしまうと思って良さそうです。このチャンネル名ですが、これまで特に何も設定せずにいた場合は Google アカウントの名前が反映されたものに決定されている方もいらっしゃるかと思います。つまり今回チャンネル名が実名になっている方は、それが今度はハンドルとしてもそのまま使われてしまうことになりますので、ひとまず早めにハンドルを任意のものに変更しておきましょう。ハンドル名の変更は YouTube アプリを開いて右下のマイページのボタンをタップ。少し目立たないところにありますが、このチャンネルを表示とタップ。次のページには編集を表すペンのアイコンがありますのでタップしてみます。するとこのページでチャンネルの名前やハンドルを編集することができるようになっています。 YouTube でのアイコン画像を変えたりするのもこちらですので、場所を覚えておいてください。ではハンドルを編集してみます。ペンのアイコンをタップしてハンドルとする言葉を入力してみます。ところがここで入力しようと文字を入れると画面がおかしな動きをして元に戻ってしまうというバグが発生しました。私の手元の環境においては他の Android 端末でも同様でしたので、皆様にも同じことが起こるかもしれません。いろいろ試しましたが、一
とまず画面を横画面にすることで入力可能となりました。スマホ画面を上から下にスワイプすると現れるクイックパネルから画面の自動回転をオンにしてスマホを横向きで持てば横向きの画面になります。この状態だと先ほどのおかしな動きも収まりましたので、この状態のまま変更しましょう。ちなみにハンドルはメールアドレスのように YouTube 上でただ一つの固有のものである必要があり、何を選ぶかは早い者勝ちとなっているようです。やはり花子のようなハンドルはすでに誰かに使われているようでした。ひとまずハンドル部分であることが分かりやすいように、今回はハンドル花子としておきます。これで設定完了です。 YouTube のマイページではこんな風に表示されるようになりました。最もハンドルが表示されやすい場面である動画のコメント欄ではこんな風に表示されました。従来の英語だけの文字列よりだいぶユーザーが分かりやすくなったように思います。なお YouTube 上ではこのハンドルを使ってユーザーを検索することもできました。いつもの虫眼鏡の検索アイコンからハンドル花子と検索してみると、動画だけでなく花子さん自身がユーザーとして検索結果に出てくるようになりました。タップすると花子さんのチャンネル詳細ページに遷移します。とはいえ何もしていなければ特にこのページには個人を特定できるような情報が掲載されることはありませんのでご安心ください。ちなみにこのチャンネルの URL というところにも日本語でハンドルが入りました。例えばこれをこのコピーのアイコンをタップしてコピー、 Google 検索してみるとやはりこのページに降り立つことができました。特定のチャンネルを紹介したい時などに使えそうです。またいつでもハンドルは変更することが可能です。ただ変更の回数においてはチャンネル名と同様14日間に2回までという変わった制限があります。なのでしっかり決めてから入力した方が良さそうです。以上が今回のメールの内容です。なんとなく今まで一般ユーザーにとっては配信者でもないのに自分のチャンネル名がユーザー名や ID のように使われることにピンときづらい点もあったかと思います。今後ハンドルがそうした役割を強めていくことで少しこの辺が整理されていくのではないかと思います。また何か変更点などありましたら共有させていただきます。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。気軽にコメントやチャンネル登録いただけますと幸いです。またメンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。